チェスター・ウィリアム・ニミッツシニアは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は、海軍元帥。テキサス州出身、第二次世界大戦中のアメリカ太平洋、艦隊司令長官権太平洋戦域、最高司令官として、日本軍と戦った。ニミッツは1885年2月24日に、アメリカ合衆国テキサス州、フレデリックスワーク生まれのドイツ系移民。 ニミッツの祖先は、ザクセン地方出身のフライヘルの称号を持ち、1648年に30年戦争の終了後ハノーファー近くに定住していたが、没落して平民となり、ニミッツの祖祖父、ハインリヒ・ニミッツの代で、砲塔のために家財を失い、船会社に就職した。ニミッツの祖父チャールズらと共に、アメリカ南部のサウスカロライナ、 チャールストン2 8 4 0年から4年間の間に家族すべてが移住した。祖父チャールズは檻からの西部開拓熱によりドイツ人オットフリーとハンスフォンモイズバッハ伯爵に率いられたドイツ人入植者らとテキサス州にフレデリックスバーグを建設しチャールズは1852年フレデリックスバーグでホテル業を始め後にテキサス州議員になった。チャールズは テキサスのジョークの大家でユーモラスなバカ話を間に、迫って話すのが得意で、ニミッツはこの得意を祖父から受け継ぎ、中世彼の周りは、船乗り特有のユーモアで和むことが多かった。父チェスター・ベルンハルト・ニミッツは、ニミッツ誕生前に死亡。母、アンナ・ニミッツは、夫の兄弟と再婚。チェスター少年は、祖父と義父が経営するホテルの手伝いをしながら育つ。 この時培った人を見る目と人の動かし方は、後に海軍軍人となったおり、大いに彼の財産となった。アナポリス時代のニミッツ1907年頃1900年に、陸軍の若い将位二人がニミッツのホテルに宿泊したことをきっかけに、ウェストポイントへの進学を志すようになるが、入学に必要な議員の推薦を得ようとした際に、地元テキサス州選出の会員議員ジェームズ、L ・エル。 スレーデンは、ウェストポイントへの推薦枠を使い切ってしまっていた。しかしアナポリスであればまだ、手持ち枠があるので推薦できるとの回答を得られたので、親からの自立を望んでいたニミッツはこれを受け、1901年9月7日に、アメリカ海軍兵学校に入学した。時の大統領セオドア・ルーズベルトの海軍拡張政策により、卒業時期が当初の6月から繰り上げられ、 1905年1月30日に卒業した。卒業席時は114人中7番。少位候補生となると、サンフランシスコにて、米アジア艦隊機関となる戦艦、オハヨに配属となり、東アジアへ航海する。日本に寄港した際、日本海海戦で大将を収めたばかりの東郷、平八郎と会話する機会があり、ニミツは大変な感銘を受けた。 1906年9月に巡洋艦、ボルチモアに転属となり、1907年1月31日に正式に少位に任官し、アジア艦隊所属の砲艦パナイ艦長、駆逐艦、リケーター艦長となったが、リケーターを座礁させて巡洋艦、デンバーに転属。ニミッツは軍法会議にかけられ、職務怠慢で有罪となった。1908年12月に、 交換、レンジャーで帰国。戦艦勤務を希望したが、翌1909年1月に第一潜水艦隊に回されて潜水艦、プランジャー艦長となった。1910年10月、士艦増強政策の一艦として、注意を飛ばして大員に昇進し、第三潜水船水船隊司令券、ナーワル艦長となり、1911年11月には、新鋭艦、 スナッパーに機関を移している。1912年1月に海軍大学校で潜水艦の攻撃と防衛作戦の大の講演を行い、12月には海軍協会誌に掲載された。1913年4月に船舶ブローカーを父に持つキャサリン・バンス・フリーマンと結婚した。フリーマン家を訪れたニミッツとキャサリンは姉エリザベスに代わってニミッツとカードゲームを行った。 時に知り合った。キャサリンは、こんなハンサムな人に会ったことがない。母に挨拶した時の目が美しく、美少はとても魅力的だった。それから彼のことばかり考えたと回想している。以後二人は、親密さを増した。ニミッツ一族には、フレデリックスバーグのドイツ系移民の子孫と結婚する伝統があったが、ニミッツは、南部人や、テキサス人などと考えるのは古く、自分は、 アメリカ市民であるとの考えから、故郷の閉鎖的な考えに、すでに興味はなかった。ニミッツとキャサリンとは、完全に理解し合い、彼の子供たちによれば、修正喧嘩をすることさえなかったという。1913年5月に潜水艦用、ディーゼルエンジンの研究のため、ドイツとベルギーに派遣され、帰国後は、ニューヨーク海軍交渉所属となった。この時、 とあるディーゼルエンジン会社から年俸2万5000ドルで引き抜きの話があったが断っている。ちなみに当時の年俸は2880ドルであった。海軍交渉での経験は後にミッドウェイ海戦に先立つ空母ヨークタウンの修理見込みの見極めに役立っている。なおニミッツは同交渉時代に事故で左手薬指の先を失った。 1916年8月29日少佐に昇進し、翌1917年8月には、大西洋艦隊潜水艦隊司令、サミュエル・エス・ロビンソン少将の参謀となり、第一次世界大戦を戦っている。1918年2月に参謀長となり、ロビンソンと共に、イギリス・フランスの潜水艦の視察のため、ヨーロッパに派遣された。 帰国後1918年3月に中佐昇進海軍作戦部の潜水艦設計委員会員となり、翌1919 19年に戦艦サウスカロライナの副長となる。1920年6月には新珠湾の潜水艦基地建設主任となり、1922年には海軍大学校に入学した。卒業後が修国艦隊戦闘艦隊の専任参謀となり、 戦闘艦隊司令官が合衆国艦隊司令長官に昇進すると合衆国艦隊仙人参謀に横滑りした。1926年に海軍予備士官訓練隊の制度が創設されカリフォルニア大学バークレー校で創設に従事、同校で教官を務めている。1927年7月に大佐昇進、1929年に 第20潜水艦船隊司令を経て1933年にアジア艦隊機関の従順洋艦、オーガスタ艦長になる。1934年には2度目の日本訪問となり、東郷平八郎の国葬に参列している。1935年4月に海軍省公開局次長。1938年5月に合衆国艦隊第二巡洋艦船隊司令官、 1938年7月に少将に昇進し、9月には合衆国艦隊戦艦船隊司令官を歴任する。1939年8月に海軍省公海局長に就任。この時、次長は初めフランク・ J ・フレッチャー少将で、9月からはランドール・アル・ヤコブス少将が就任している。海軍次官経験者で海軍に精通していた。 大統領フランクリン・ルーズベルトは、ニミッツの人物官邸眼を高く評価しており、ウィリアム・リーヒ大将は、海軍のトップ候補に、トーマス・シーハーとアーネスト・キングの次に、ニミッツの名を挙げている。ハズバンド・キンメルの太平洋、艦隊司令長官就任時には、キンメルよりさらに一年後輩のニミッツも就任を打診されていたが、ニミッツが弱敗を理由に辞退したため、キンメルが選ばれた。 太平洋艦隊司令長官就任1941年12月8日、ワシントンの自宅のラジオの臨時ニュースで、新珠湾攻撃を知る。12月16日に金メル大将の公認の太平洋艦隊司令長官となるように、都のルーズベルトの意向を海軍長官、フランク・ノックス経由で伝えられる。ニミッツは臨時長官となっている、ウィリアム・パイ中将がそのまま長官になる方が、 ふさわしいとして一旦は断ったが、ルーズベルトもノックスも、その意見には同意しなかった。12月18日に新聞にこの人事が掲載され、12月31日に潜水艦グレーリング艦上で太平洋艦隊司令長官就任式を行った。太平洋艦隊司令長官は、対象ポストのため、上院の承認を受け、序列28番目の少将から中将を飛ばして、 大将に昇進している。副官アーサーラマー大尉のみを伴って就任すると、真珠湾の悪夢は誰の身にも起こり得たことだとして、必要以上の処罰拡大を避け、爆僚人は金メルトパイの爆僚をほぼ丸々引き継いだ。この処置は、真珠湾攻撃で意気消沈した将兵を奮い立たせるのに役立った。翌1942年3月には、英米の連合参謀本部は、 太平洋をアメリカの担当と位置づけ、6日後のアメリカ統合参謀本部は太平洋方面を3つのエリアに分割し、ニミッツを太平洋戦域最高司令官に任命した。シンクポアとしてのニミッツはキング合衆国艦隊司令長官から命令を受け、シンクパックとしてのニミッツにはシンクポアとしてのニミッツ本人が命令することとなった。平穏な南東太平洋方面と、 ダグラス・マッカーサー大将を率いる南西太平洋方面を除く太平洋方面の全アメリカ軍と連合国軍の指揮権を持つことになった。太平洋戦争初期1942年、太平洋艦隊司令長官時代参謀、戦艦部隊司令官、海軍省の部局長とエリートコースを歩み、多くのアメリカ将官同様に戦艦による砲撃戦が海戦の主役と考えていたが、 真珠湾攻撃を境に、多数の航空機の集中攻撃は、大艦巨砲よりも、はるかに打撃力と機動力に富むと認識し、空母と航空機の増強を図るようになる。真珠湾攻撃の難を逃れていたウィリアム・ハルゼー、中将率いる第16任務部隊に、中部太平洋の島々を進出規模的に、奇襲させた。爆の鋼鉄を行わなかった効果も早くから、出始め、 情報主任参謀、エドウィン・レイトン中佐と無線通信防獣犯ハワイ支局長、ジョセフ・ジェイロシフォート中佐が、ニミッツの信頼に応えるように、日本海軍の暗号を解読し始め、その情報をもとに、万全の迎撃を展開、ポートモレスビー占領を目論んだ日本軍を3、三五海海戦で阻止した。ついで、日本軍がミッドウェイ島に迫る際、 キング大将らワシントンの面々は、米豪分断か、ハワイ攻撃を予想して、ミッドウェー進行を信用しなかったが、日本通りのレイトンド手法とのコンビによる現場の分析を信じて、南太平洋にいた空母部隊をハワイに戻して、迎撃の準備を整えた。この時迎撃の式に据える予定であったハルゼーが、病気で入院というアクシデントに見舞われたが、 ハルゼーの意見を入れレーモンド・スプルーアンスを公認に据えた。参戦時のアメリカ海軍にはまだ航空部門の召喚は少なく、3人の空母、部隊司令官のうち航空部門出身の司令官はハルゼー中将のみで、他のウィルソン・ブラウン少将、フランク・フレッチャー少将はいずれも水上部門出身であり、スプルーアンスの起用は異例のことではなかった。あとに、実書で、 準備のできていない国家が重要な地点を防衛するために集めた最上のものであったとースほどミッドウェイ島は降車砲、対空機関砲、機雷が増強された。また航空戦力も最新鋭の TBF アベンジャー雷撃機から旧式の F2A バッファロー戦闘機まで文字通りかき集められた。三五回回戦で傷ついた空母、ヨークタウンの通常三ヶ月はかかると見積もられた。 修理を最低限の修理3日で済ませて、残りは出港しながら修理、関西機も一部を空母、サラトガの部隊と交代させるという合案で戦線復帰させた。こうして迎撃準備を整えると、ミッドウェイ島守備隊には空母からの援護は何も期待してはいけないと訓示する。一方、空母部隊の司令官、フレッチャー、スプルーアンス両提督に対して攻撃目標は、 なぐもただかず率いる、機動部隊の主力空母であると言明し、機関は、味方の艦隊を暴露することによって敵により大きな損害を与える見込みがなければ、優勢な敵艦隊による攻撃に、味方の艦隊をさらすべきではない、という計算された、危険の原則に従うべきであると付け加えた。日本軍の主力空母全滅という大戦火は、多少の幸運と、 前線司令官の好判断もあったが、それを手繰り寄せやすくするために手を尽くしたニミッツの指揮の結果と言える。自身は、アメリカの勝因を情報によるものとし、奇襲を試みようとして、日本軍自身が奇襲を受けたと総括、日本軍の敗因は数的に優位で奇襲をする。必要がないのに奇襲を試みたこと、目的を一つに絞らなかったことだと述べている。マッカーサー。 タワーズとの関係マッカーサーとミッドウェイ海戦以降の太平洋方面における連合国軍の方針について陸軍参謀総長ジョージ・マーシャルの命令を受ける南西太平洋戦域最高司令官マッカーサーと合衆国艦隊司令長官として太平洋戦域最高司令官にツに命令をダスキングが激しく対立した ガダルカナル島をめぐる作戦の主導権は、マッカーザーの作戦が時間を食いすぎるとの判断から、キングとニミッツが握ったが、以降マーシャル諸島マリアナ諸島を移動しまは、上海と中部太平洋を真西に直進しつつ、日本本土と南方資源帯を分断して、日本の消耗を誘うべしというキングの主張と、ニューギニアミンダナをフィリピン台湾を経て、 日本本土を目指すべしというマッカーサーの主張は平行線をたどった。統合参謀本部は海軍寄りの姿勢を示したが、マッカーサーの名声と彼のアイシャルリターンは国民世論を動かしており、ルーズベルトは双方の主張するルートを平行して行う、ようダ共案を示した。この間互いの援軍を断り合うこともしばしばで、両者が合流した冷凍機械戦の折、二三つ指揮下で、 ハルゼー大将率いる第3艦隊とマッカーサー式下で近畿土中将率いる第7艦隊で連携が取れないという事態となった。海軍の航空畑生抜きのジョン・ヘンリー・タワーズとも、二人が海軍省で航海局長と航空局長だった時代から不仲だった。両者の確執は海軍次官ジェームズ・フォレスタルが水上艦畑の士官たちに対抗するためタワーズに、 肩入れしていたこともあって、こじれることとなった。海軍省航空局長、タワーズ少将は1942年10月、中将に昇進して、太平洋艦隊航空部隊司令官として、ニミッツの部下になった。キングはタワーズに洋上で指揮を取らせるよう繰り返し、ニミッツに提案したが、ニミッツは拒否した。キングは1944年をはじめにタワーズを、 太平洋艦隊と太平洋戦域の核、副司令官に昇格させたが、ニミッツは1945年1月にグアム島へ司令部を前進させた際、タワーズに広報部門を押し付けて、真珠湾に置き去りにし、タワーズから激しく抗議された。対戦終結1945年9月2日、戦艦、ミズーリ号で、米国代表として、降伏調印に署名をするニミッツ。 左から、マッカーサー陸軍元帥、ハルゼ海軍大将、シャーマン海軍少将1944年12月に3人目の海軍元帥に昇進。1945年1月に司令部を新珠湾からグアム島に移す。日本本土に攻撃の手が伸びたとき、皇居への攻撃は絶対に行ってはならないと全軍に徹底させ。 日本降伏後の占領に支障がないよう配慮している。この点については、マッカーサーと意見を同じくしている。その一方、沖縄攻略作戦に先立つ1945年3月26日に、通称に3つ布告と呼ばれる、米国海軍軍政府布告第1号を沖縄に。この布告は1972年の沖縄返還まで、効力があり、 21世紀を超えた現在も、沖縄のアメリカ軍基地問題に影響を与えている。1945年8月の広島、長崎に対する原爆投下について、制度から外れており妥当な戦法でないとみなし、国が使用しないで済むことを願っている一方、日本政府が敗北同然の現実を直視しないことや、ソ連政府を通じて連合国から無条件降伏の、 条件の緩和やソ連参戦阻止の虫の良すぎる和平を模索していることに苛立ちも覚えていた。そこで、情報主任参謀を、トン大佐に諮問したところ、現状では天皇さえ、日本陸軍に降伏を命令できない以上、日本が完全に破壊されることの証明として、原爆投下が絶対的に必要であるの回答を得、原爆投下の必要性を納得した。8月11日、 キング元帥から日本政府がスイスを通じ元首としての天皇の地位が保障されればポツダム宣言を受諾する意向であるという通知を受けるが日本が未だ具体的な回答を示さないのと大統領ハリー・エストルーマンから日本が大胆になってさらなる情報を求めるのを防ぐため圧力を加えるべきとの意向を受け一旦中止させていた東京地区への爆撃を8月13日に 実施させた。8月15日に日本の幸福受諾の方を聞くと静かに微笑しただけだったが、それを予期していたかのようであったとレートン大佐は回想している。その日の夜に指揮下の全部隊に慣れ慣れしくすること、虐待すること、毒舌を吐くことを禁じる通達を出した。8月30日、マッカーサーが厚木飛行場にさっと降り立つのと同じ頃、 春税大将と共に、横須賀港に上陸、横須賀海軍基地の視察を行った。9月2日、戦艦、ミズーリ艦上での降伏調印式に臨席、合衆国代表として、降伏調印の署名をすることになった。合衆国政府では、当初、マッカーサーのみを出席させる線だったが、海軍省がこれを阻止し、アメリカ合衆国代表として調印する人間も、 必要だからその役は二三つにしてほしいと提案するのをトリューマンが許可したことによると伝えられている。飛行艇で東京湾に向かうと一時的に戦艦サウスダコダを機関とし、式典終了後は本土東海岸に向かうミズーリに乗船して真珠湾に向かった。なお、アメリカ海軍では乗艦している。 最先人の海軍将官の正気のみをメインマストに掲げると規定されているが、幸福調印式では、マッカーサーの要求で、例外的に陸軍元帥の正気も水ズりに掲げられた。引退海軍作戦部長として、大戦末期にニミッツは陸海軍の統合に賛成していたが、外戦して海軍の旧友たちと話し合っているうちに、 大統領と陸軍が賛成している陸海軍の統合に強く反対するようになった。ニミッツは太平洋艦隊司令長官兼太平洋戦域、最高司令官の次のポストに海軍作戦部長の地位を望み、キングもニミッツを自分の公認にしようとしたが、海軍長官ジェームズ・フォレスタルとニミッツは互いに、 海軍次官と航海局長の時代から不仲で、太平洋戦争中もフォレスタル長官は二密に、太平洋艦隊司令長官の広報誌を発行させようとして対立し、破れたため、キングの次に嫌っており、海軍作戦副部長、リチャード・エドワーズ大将か、航空担当海軍作戦部次長、マーク・ミッチャー中将を、海軍作戦部長にしようとした。しかし結局、 ニミッツ自身の領寒運動やキングのトルーマンに対する直訴が身を結び、ついにホレスタルも折れ、ニミッツも4年の任期を2年にするというホレスタルの条件を飲んで、1945年11月26日に上院で最終的に認められ、海軍作戦部長に就任した。大戦後の軍縮が主な任務で大戦後日本に変わって、 アメリカの主な仮想敵国になったソ連は当時はまだアメリカの脅威となるほどには海軍力の整備が進んでいなかったので整備と維持に多額の予算が必要である海軍への風当たりは特に厳しかったがニミッツは淡々と職務をこなした。あとに国防総省設立問題でホレスタルが各軍の調整に苦慮したが傍観者的態度であった。 1947年12月、任期終了とともに引退した。しかし元水は、終身現役のため、海軍長官府特別補佐官という役職、年俸15,750ドル、副官1名、オフィスを海軍から提供された。引退後は、カリフォルニア州、イェルバブエナ島で妻と二人で予生を送ることに決めたが、精力的に活動。また、 1948年からかつて縁があったカリフォルニア大学の理事に就任1956年まで務めている。アメリカ政府は国防総省問題でデートクたちの反乱と称される海軍の猛反発を招き混乱状態にあった。トルーマン大統領はニミッツに海軍作戦部長に再任して混乱収集をしてもらえるよう依頼したが、 引退した士官が平時に復帰するのは後世に悪霊を残すとして断っている。また、カシミール紛争調停の国連施設に任命されかかったが、インドとパキスタンの関係悪化で実現されなかった。また、日本との友好関係修復と尊敬する東郷平八郎関係施設の復興にも協力した。1960年には海戦録。 ザグレート C.O.O.E.B. ポッターと共同で執筆。この本によってアメリカ国民に広く名が知られるようになる。なお、同庁の印税は統合神社などに寄付されている。1965年に脳卒中にかかりオークノール海軍病院に入院し、後に肺炎を併発した。一時退院したが、1966年1月に再度入院。 すぐに自宅に戻り1966年2月20日の夜に自宅で妻に見取られ死去80歳で81歳の誕生日を目前に控えての死だった。国葬の後はリントン国立墓地に埋葬される権利があったが生前に海軍省へ遺言した通りサンフランシスコの南のサンブルーノのゴールデンゲート国立墓地に遺言で人生で成し遂げた業績として 原水の五つ星だけを入れる以外は他の埋葬者と同一の企画の墓石の下埋葬された。葬儀自体は国葬ではないが国際的な三列車が100台の自動車で連なる大きなものとなった。またターナー大将の墓と隣り合わせになるように埋葬され、後にスプルーアンス大将も隣に埋葬された。ニミッツの電気を執筆した EB ポッターは思いやりの深い 人間心理を極めた、しかも謙虚に満ち溢れた人物であり、楽天主義的人物と表し、海軍作戦士を執筆したサミュエル・モリソンは、ニミッツ提督は、責任が増大するにつれて、大人物に成長していくけうな人物の一人で、あったと評した。上官で、ニトログリセリンと、あだ名された、キング提督はニミッツが元公海局長、出身であったことから、 人事や官僚軍人特有の派閥を作って、仲間を輝い責任をナーナーにしてもみ消すやからと、みなして、はじめは信用せず、およそ2ヶ月ごとに呼びつけては細かいことまで念を、押すという態度をとった。また部下も2歳年上、アナポリス一期先輩で、ブルと、あだなされた、春ーのほか、テリブルターナー、ホーリングマットスミスラ一トも、 二癖もある人物だらけであったが、ニミッツは彼らをよく制御して、対日戦勝に貢献した。しかし、その果たした責任と地位に比して、ニミッツの素朴な外観と、いつも当たり障りのない受け答えゆえに、マスコミ受けは、いまいちで、アメリカ国民にとって、対戦中は、愚か戦後もしばらくは、陸軍のマッカーサーやアイゼンハーほどの知名度は、なかった。 一方アメリカ海軍の潜水艦を効果的に使用し、無制限潜水艦作戦を太平洋で行った。ドイツの U ボート船を現在まで歴史的に避難し続けるアメリカの建前から彼の功績を正当にアメリカで評価するのは一般には難しいとの評もある。マッカーサーとはやや子供しみた倹悪関係にあり、マッカーサーは公式の席上、ニミッツのことをわざと、 ニミッツと呼んで侮辱していた。一方で、ニミッツも執務室の机に、マッカーサーの写真を貼っていた。親しい友人が貼っている理由を尋ねると、彼の顔を見て、自分の態度が存在にならないよう今しめているのだと答えたという。しかし、水ズり号での幸福調印式あたりから、関係回復したようで、水ズり号でニミッツはマッカーサーを出迎えて、 楽しげに握手を交わしたという記録が残っている。一方、日本軍の軍令部は、それなりに関心を示したようで、対戦中は、第1課に所属していた、高松の宮信のぶ人新能は1941年12月20日の日記に、米国は、太平洋艦隊司令長官に潜水艦屋を持ってきた、潜水艦船に当分は出るのであろうと記した。また、第一部長、 富岡貞俊少将は彼こそは無比にも忘れぬ敵将であった。いつも彼の写真を作戦室に掲げて今度はどういう手に出るか、どんな戦略で来るかと明け暮れ、にらめっこして頭を悩ました相手であったと実感している。連合艦隊は前線司令官のハルゼイとスプルーアンスに関心は示したが、あまりニミッツには関心を示さなかった。 戦時中の日本国民は1944年3月に読売新聞社が軍部の命令で作った歌、人を決戦の歌に、いざこい、ニミッツ、マッカーサー出て、クリア地獄へ坂、落としという一説があり、名前は知られていた。その人となりを詳しく知ったのは、ミカサ関連で運動をしたあたりからである。アメリカ合衆国とアメリカ軍がニミッツに対する評価を端的に示して、 いるのが彼の名がニミッツ級航空母艦のクラスネームとその一番艦に使われたことであろう。航空母艦は第二次世界大戦以降戦艦に変わる海軍の象徴であると同時に外交力の象徴であり、その名前に人名がつくのは基本的に大統領だけであるがアメリカ海軍史上最も高機ある名を持つエンタープライズさえしのぐ巨大空母にニミッツと名付けて、 生前の功績に報いた。2017年現在、征服軍人として生涯を終えたもので、その名を空母の官名に使われた唯一の人物であるキングは駆逐官名に留まる。司令官在任中から部下をはじめ周りの人に対して感情的な非難めいた言葉は決して口にすることはなかった。ただし妻キャサリンに対しての手紙においては、 赤裸々に感情を記している。ニミッツは独自の信念から生前回顧録を表さなかった。周りの人間よりそのことについて聞かれると、歴史というものは専門の歴史家の手で書かれるのが一番良い。戦時中の指揮官は感情的に深く関わりすぎていて、自分なり関係者の客観的な姿を描写することができず、自らが抱いた偏見のために、 彼に仕えた人を傷つけないとも限らないと答えるのが常であったという。グアムのニミッツビーチはニミッツにちなんだ命名である。ニミッツにはの4人の子供がいる。長女キャサリン・バンスはニミッツがカリフォルニア大学と縁があったことから進学、図書館学の学位を取りコロンビア特別、区公立図書館に勤務した。後ニミッツがオーガスタ館長の時の部下ジェームズ・ティーレイと 結婚、三人の子供を授かった。長男ニミッツ二世は、アナポリス1936年組で、太平洋戦争開戦時は、フィリピン沖の潜水艦、スタージョン乗組員であった。後潜水艦、波頭艦長などを経て、1957年8月に、大佐で退役、少々に名誉進級した。退役後は1961年まで。 半導体会社テキサスインスツルメンツ社で働き、後に IC 製造用精密機械会社パーキンエルマー社で会長兼社長になり1980年に退職している。次女アンナ・エリザベスは1952年から1980年までラント社に勤めており、ソビエト経済の専門家であった。三女メアリー・アクイナスは、 カリフォルニアドミニカン大学で16年生物学の教授として、11年は学部長として、1年は代理の学長として働き、在職中癌で死去した。1905年5月、日本は日本海海戦で勝利し、戦勝祝賀会を東京で行うことになった。その際東京湾に停泊していたオハイオにも招待状が届けられ、他の候補生5名と参加したニミッツは、 東郷平八郎大将を胴上げした後東郷を自分たちのテーブルに招いて10分ほど会話した。この時何を語ったかまでは覚えていないものの、秘策で流暢に英国英語を喋る東郷に感銘を受けたことを後に自伝にも記している。1934年に東郷が死去すると、その国葬に参列するため、オーガスタの艦長として再び来日している。 二ミつの統合への敬愛は、日米が敵対関係になった後も失われることなく、あり続けた。第二次世界大戦後、統合の上官であった三笠が荒れ果てて、ダンスホールに使われていることを知ると激怒し、海兵隊を保障に立たせて後輩が進むことを阻止した。さらに1五十八年の文芸春秋昭和十三年二月号において、三笠と私という題の一文を寄せ、 この一文が原稿料に値するならば、その全額を統合減衰記念保存基金に私の名で寄付させてほしいと訴えた。この一文は日本人の三笠保存の機運上昇につながったのみならず、アメリカの将官といえばマッカーサーしか印象にない、戦後世代の日本人にニミッツという軍人がいたことを知らしめた。保存費用として、 個人的に当時の金額で2万円を寄付したほか、アメリカ海軍を動かして、揚陸艦の廃艦一隻を日本に寄付させ、そのスクラップの廃材代約3000万円を当てさせた。三笠の復興総工費は約1億8000万円にも上り、この運動は大きな助けとなった。1961年5月27日に無事、三笠の復元完成会館式が行われた際、 アメリカ海軍代表のトーリー少将は、統合元帥の大いなる数形者にして、弟子であるニミッツと書かれたニミッツの肖像写真を持参し、ミカサ公園の一角に月桂寺をニミッツの名前で植樹している。ミカサの復元に尽力したニミッツの名前と写真は現在、ミカサの公式サイトにも掲載されている。東京原宿の統合神社は、米軍の空襲により全焼していた。 1958年に放算会が結成され、1964年春の観光を目指していたが、基金は目標額に達していなかった。このことが1962年11月に、米国のサンディエゴ・イニオン市で報じられると、ニミッツは、次女、太平洋海戦史に、統合を忍ぶ分を追記し、同年12月21日に、 東郷神社再建法参会へ10万円を寄付した。さらに、同庁の印税は、協調者であるポッターの開拓を得て、アメリカ海軍の名で、東郷神社再建法参会に寄贈された。なお、1972年テキサス州に、アドミラルニミッツセンター建設が計画された。時日本がこれに、協力、1976年5月8日に、 同センターの日本庭園贈呈式が行われている。他、一部ハ春税及び、スプルーアンスの電気を参照。ありがとうございます。